今日はプールを所有する中国新聞社とカープ球団廿日市市が移転計画に関する協定を結びました。チューピープールは1964年に父安ダイヤモンドプールとして開業し、2007年にリニューアルオープンしました。波乗りなど7種類のプールがあって、シーズンでおよそ10万人が利用していたということです。計画では今年の9月頃にチューピープールの営業を終了し、来年の春に解体工事が完了します。跡地はカープが取得し、およそ500メートル離れた場所にあるカープの大野練習場と大野寮が移転する予定です。移転の主な理由は現在の施設の敷地の狭さだということで、移転後は選手とファンの距離がより近く感じるものにするとしています。できるだけファンの人が来て中に入って選手にちょっとでも触れ合い、もしくは選手というか一生懸命練習しているその様を、ね、見てもらえば光栄だと思ってます。新しい施設は2029年末に完成する予定です。